こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。2023年も前半が終了して、昨年末と同様に為替相場は6月末には一時145円台まで円安が進みました。円安が進むと政府の為替介入か金融政策変更の可能性が高まりますが、昨年末の円安の時とは少し状況が変わってきています。6月30日に各金融機関から発表された7月の住宅ローン金利の状況と7月のフラット35の金利の状況と2023年後半の住宅ローン金利を予測します。このチャンネルでは住まいづくりにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。2023年7月の変動金利は6月から全く動きがありませんでした。6月の金融政策決定会合で植田総裁は粘り強く金融緩和を継続していく姿勢だと述べたこともあり、マイナス金利政策は当面は続くことを考えると変動金利はしばらくは動かない可能性があります。しかし先月はついに 0.2% を切る金利が登場したことをこの YouTube チャンネルでもご紹介しましたが、変動金利をキャンペーンなどで実質の金利を引き下げるというのはもう限界になってきていると思われます。その動画でご紹介した通り、変動金利は理論上で今が最安値ですので、万が一金利が上がっても繰り上げ返済や一括返済できるような資金的に余裕がある方を中心に変動金利で住宅ローンを検討している方は今は借り時とも言えます。また10年固定とフラット35の金利は同様な動きになっていて、10年固定の7月の金利は 0.04% から 0.1% 金利が下がり、フラット35も 0.02% 程度金利が下がりました。フラット35の9割融資で 1.73% の金利になりました。10年固定の三菱 UFJ 銀行のみ 0.01% 金利が上がりましたが、しかし三菱 UFJ 銀行はもともと他のメガバンクより10年固定金利は低い状況でしたので、7月に若干金利が上がったとはいえ 0.69% から 0.82% の金利で、まだメガバンクの中で最も安い金利で借りることができます。 0.8% 台で借りれる10年固定金利に比べてフラット35の1.73% の金利は倍以上の金利で高く感じるかもしれませんが、フラット35の場合は住宅の性能で当初5年間もしくは10年間は 0.5% 金利が引き下げられ 1.23% で借りることができます。それでも10年固定の金利よりは当面の10年の金利は高く感じるかもしれません。10年固定金利の11年目以降はその時の金融事情によってさらに金利が上がっている可能性もあるため、35年固定金利のフラット35とどちらが自分の返済計画に合っているのか検討の必要があります。フラット35の7月の金利は実は新しい傾向が見られたのが興味深く感じました。今までとは違う傾向になったからです。本来フラット35は10年国債利回りに連動するんですけど、6月の10年国債利回りは 0.38% だったのに対し、7月の10年国債利回りは 0.04% 上がり 0.42% となりました。10年国債利回りが上がったのにフラット35の金利が下がるという新しい流れです。このような新しい流れとなったのは、おそらく来年のフラット35では子育て世代や若者夫婦は優遇され、金利が下がる政策が発表されたことによる前準備ではないかと推測します。来年借りる人に対しての不公平感をなくすためだったり、子育て世代や若者夫婦が来年の政策が明らかになるまで住宅の計画を後ろ倒しにすることを防いでいるのではないかと推測しています。日本はマイナス金利政策で、世界では金利上昇の局面では、世界の中での金利の差で円安になっていることにより物価上昇している状況をどこかでは解消せざるを得なくなる時期が来ると予測しているので、まずは長期金利を上げて、その後で短期金利を上げざるを得なくなると思われます。
であれば来年、子育て世代や若者夫婦はフラット35で安い金利で借りれるとはいえ、元の金利が上がってしまえば行って来いで同じになるどころか、来年までの家賃の支払い分だけ不利になると思われます。つまり住宅購入を検討されているのであれば、早めに計画した方がお金のことだけを考えると有利になると思われます。それは変動金利であれ10年固定金利であれ同様で、マイナス金利政策の状況なので、これ以上大きく金利が下がることは考えにくく、早く住宅ローンを借りた方が購入した住宅に引っ越しまでの家賃の支払いは少なくなるし、元利均等方式では最初に金利の支払いの割合が大きいために、本格的に金利が上がり始める前の方が有利になるからです。またフラット35は来年から子育て世代や若者夫婦は優遇されますが、現在の前準備段階で金利を下げた状態は、子育て世代や若者夫婦だけでなく、全体の家庭にとってボーナスタイムに感じます。世界との金利の差で為替相場は6月末には一時145円台まで円安が進みましたが、昨年末に円安になって為替介入した時に比べて、現在はそこまで政府が円安に対して危機感を持っていないように感じます。マスコミの物価高騰のニュースもこのところ少なく感じます。おそらく昨年に比べてコロナウイルスが5類に移行され、インバウンド効果で外国人観光客が増え、宿泊業、飲食業、サービス業の業績が回復したり、2022年度の国の一般会計の税収が過去最高の見通しで70兆円台も視野に入っていると報じられていることが影響していると思われます。円安で過去最高益の総合商社や海運業や半導体関連企業が過去最高益を更新して法人税が増えたり、円安により物価が上がると一律上乗せされている消費税も物価上昇分だけ消費税も増えるため、政府としても金利を上げるメリットが少なくなってきていると言えます。逆に金利を上げると税収が減るので、金利を上げたくないとも考えれます。岸田総理は6月に解散総選挙を発表しませんでした。新しい政治的な流れも感じません。よって年内は金利は大きく動くことはないのではないかと予測されます。4月の植田総裁の初めての政策決定会合でも、1990年代後半以降続けてきた金融緩和策について1年から1年半をかけて多角的にレビューするということでしたので、少なくとも1年程度はマイナス金利政策は変わらない可能性が高いと思われます。つまり当面は変動金利は上がらない可能性が高いです。しかしイールドカーブコントロールの長期金利は修正の可能性があるので、固定金利の住宅ローンは上がる可能性が高いのではないかと思われます。2023年後半も変動金利は上がらないと思いますが、固定金利は少し上がるのではないかと予測しています。円安で物価は上昇して、実質賃金がそのままが続き、生活が苦しいのが続いたり、円安ということは日本経済が世界の中で競争力がないということなので、このまま日本が沈んだままでいいはずではないので、どこかではマイナス金利政策が出口にならざるを得ないと思われます。また人口減少で労働人口が減少の中、円安で外国人労働者からしても日本で働くメリットが減り、女性や高齢者の労働力に頼ってきたのも限界が来て、どこかでは賃金が上昇して金利を正常な金利に戻すことで住宅ローン金利もいずれかは上がると思われます。令和3年分の国税庁の調査では、日本の平均年収は443万円でしたが、ツイッター上でアメリカのガソリンスタンドの求人募集が年収2000万円を超えている投稿がバズっていたように、アメリカのように物価は上がり金利も上がるものの、年収も上がるのが自然の流れだと思われます。アメリカの賃金に近づくのは難しいにせよ、日本でも貧富の差が開きながらも平均年収は上がり金利も上がるのは大きな流れでは自然だと予測します。このような感じで、このチャンネルでは住まいに関するお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。